日本東北地方秋田県秋田市、八橋運動公園八橋運動公園は、秋田県秋田市に所在する公園、及び、同公園を町域とする秋田市の町。郵便番号は010-0974。秋田市の中央部に位置する運動公園であり、秋田県庁、秋田市役所等の観光庁地区に近接する。南を、秋田県道十六号秋田停車場線に面して、おり、 交通の便が良い。1941年、八津橋陸上競技場、八津橋球場の会場とともに公園が開設された。約21ヘクタールの敷地内に、陸上競技場、野球場のほか球技場、体育館、テニスコート、相撲場等、主々の運動施設を備える。陸上競技場は1961年の秋田国体で、 周期国体の主会場となったほか、2001年のワールドゲームズでは開会式の会場となった。町域と公園域はほぼ一致するが、公園北西端にあるグリーンサンドコートのみ隣接する八津橋本町に町目に属する。町としての八津橋運動公園については口述。町としての八津橋運動公園は1982年の 住居表示実施に伴い成立した。従って、町名整理前については、八津橋歴史を参照のこと。前述の通り公園域をもって、町域としているが、1984年に開設されたグリーンサンドコートのみ、隣接する八津橋本町2丁目に属している。北は八津橋本町一丁目、二丁目、東は三能一丁目。 南は山王七丁目、山王新町、西は八橋南一丁目に接する。一家はすべて住居表示実施に伴う変更。ありがとうございます。